こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドアです。今回はこちらスカイスカベンジャーデモ版をプレイしていきたいと思います。今作はローグライクなツインスティックシューターなんだけど RPG 的な要素もあるということで、早速プレイしていこう。デモ版なんだけどね、今作。ということでオープニングなども特にないんだな。選択できるキャラクターもこの2人なんだけど、特徴が何が違うのかちょっとわからんのだよな。この子の方が速い？ HP が低いのかな、最大値。使用できる武器なども違いがあるようで、リボルバー、スタンがあるね。クリティカルヒット、ショットガン、ウージー、ショットガンで、2つは同時に持てないようだ。近接撃つのがどこだろう？ここか。ここだ。なるほど。ローリングとかができるね。一応スタートボタンを押すと、ムーブアタック、スイップ、スワップウェポン、ミリアタック、あるんだけど、あ、これ、どのステージかってことじゃないな、俺。あ、こういうことか。敵の頭の上にちゃんと HP と表示されるんだね。アップグレードなどもあるらしいんだけど、ステージを攻略していくと。ただ、Go to the next building。ただ、やっぱりローグライクなので、死んでしまうとアップデートしたものはなくなってしまうらしいね。レザー、スナイパー。これ何が違うんだ？ショーマップ。あ、どういう風に進むかってことね。ニューデンジャー、レーザーズ、ウェポン、ユーティリティ、ユーティリティ。ハテナマークがあるから、ちょっと試しにこっち。あ、いやいや、ここやってみよう。やってみよう。だいぶ左上に出るね。このビルの上を進んでいくらしいんだけど、まさにビルの上ね。オープンチェスト。これ敵か。でも何出てきたそれどころじゃなかったんだよな、今。協力プレイとかもできるらしいのだけど、デモ版ではできないようだね。おお。おー、イエス。これか。なかなか面白いじゃない？武器両方持ってるんだよね。ドローンストポート。呼んでみようか。こういうことか。一定時間ドローンがサポートしてくれる？お金のようなものも手に入れてね。あ、スクラップっていうのか。コンバット。よし。あ、ドローンがなくなった。やっぱ一定時間なんだね。この LT は何？もの試しに使ってみたんだけど。いまいち分からなかったな。ショットガン。おっと。あ、ドローンもクールダウンがあるのか。クールダウンがあるだけですぐ撃てるのね。刀はいらないな。刀のところチェンジ。ショットガンなぜかどっかで捨てちゃったっぽいから。OK。ショットガンいいね。ローリングキル。シェルとエナジー。どうした？スコアっていうのも出ているね。今のところアップグレードなどのランダムアップグレード系の要素がないな。本作ちなみに正式には今年2020年の6月だったかな、6月何日かはちょっと覚えていないんだけど、でリリースのはず。アーリーアクセスだったか正式リリースだったのか。おっと、お、マックスマックス。スマートドローン。うん。敵を自動で狙ってくれる。なるほど。あ、これ、技で召喚するドローンとは別にいるのか。そういうことか。ハッキング。もう片側はどこだろう。これか。アイテムショップ的なものがないのかな。はてなだね。行ってみよう。見えない場合もあるんだ、本当に。おっと。これ、ドローンが撃ってくれるのいいけど。おお。BGM がいまいち盛り上がらないね。もうちょっとなんか欲しいね、これは。あ、ボス？ボスというか、あれか。中ボスのような感じ。
ドローンたち結構使えるな。スナイパー、マックスシェル、よし。ただこの新マークはマシンガン行くか。ショップ的なものは、ショップ的なものが欲しいな。マシンガンって感じじゃねえなあれ。あ、これのことか、マシンガン。今更だけど気づかなかった。グラス、レンジ、アキュラシーが上がる、射程距離と精度が上がる。精度が上がるとどうなるんだ、マシンガンの場合は。あまりばらけないとかか、ありそうだとしたら。オブジェスト、物は試しに使ってみようか。おお、危ない。てか死にそう。あ、ショットガンにレベル、武器にレベルとかあるんだ、今更だけど。これがレベル2だったかな、ちょっと強かったんだよ。じゃあ同じ武器でもレベルによって差があるってことか。了解した。HP 回復する、何か話しない、ディスカウント。Costless your scrap price。あー、アイテムが安くなるんだ。シェリフハット。もっと打つのが早くなる。これ取って、ディスカウント。あー、安くなってるね。ヘルスとシェリフハット。もっと早く打てるようになる。その前に死にそうだっていう問題があるけどね、エリート。やべえ、撃つのが早くなるのは純粋に DPS 上がるからいいよね。それどころじゃないけど。レーザーダメージがあんまりね。おっと、マシンガン。サブマシンガンとも違うんだね。てか、塩弾薬同じなんだ。どこかで見たやつだな。どこかでこの塩見たな、最近。やっぱり持ち歩く武器は別のものがいいわけだ。同じ武器を使うよりも消費する弾薬の違う別武器を持ち歩く方がいいっていう感じかな。最高の武器残ってる？じゃあこれチェンジで。こっちと比べるとどうしても低いので、こちらを、この2つ持ち歩こう。ただ正直それだったらショットガンの方が良かったかな、片側。多分ショットガンの方が良かった。ディスカウント入ってるね。チェンジとシューターアディショナルプロジェクタイル。あ、撃った時にもう一つ追加で何かを撃つ可能性がある。敵に触れると敵にダメージを与える。ヘルス回復。これとヘルス回復。これは、お金1足りない。敵に触れたらダメージって、敵に基本触れないんだよね。今のところじゃ買わなくていいかな。一応お金あるんだけど、そういえば、下にアイテムあるじゃない？いくらでも装備できるのか。あ、ここでちょっと見れるけど。戦闘。これそういえば、デモ版だけど、本編の方だと何が追加されるんだろう？どういう違いがあるのかな？これ追加の弾薬が発射される可能性があるもでかいね。DPS かなり上がる。お？あ、敵に触れるとダメージ当たるってこういうことか。周りくるくる回ってるんだ。てっきり私はね、主人公に触れると敵にダメージ与えるよっていうタイプかと思ったら全然違った。思ってたのと違う。ああ
落ちるんだね。 Just to stick an explosive to the enemy 敵に爆発するものが付着することから Move faster if not getting hit 当たっていなければ敵に攻撃に当たっていなければヘルスか早く動けるようになる。どっちも気になるな。動きが速くなるやつは純粋に欲しいけど、じゃあこっちで。たまに出るってことかな、攻撃してると。普通に出る感じではないので、これどっちから言っても同じじゃない、どこから言っても同じだわこれ。よし、こっちから。戦闘多いな。おかげでお金貯まって結構強化変えてるんだけど、いや全然いいんだけどね。おっとっと、今のところはデモ版だからなのか、今まで私プレイしたこういうこれツインスティックシューター系でもかなり優しいかな。いいアイテムがたまたま取れたからっていう可能性もあるね。この現在使っている武器が非常に強力で、このマシンガン、逆にもう片方のレーザーはかなり弱いかな。カタナ、カタナ、いやこれで、これなんだ、うん、バックサバー、敵の後ろから攻撃した場合、追加でダメージを与える。Move fast if you're not getting hit。攻撃が当たってないときは移動速度が上昇するぞ。さっきのやつだよね。こっちの方がいいな。これ、リワードが書いてあるんですよ。何がもらえるのか、アイテムだとか。で、これ爆発物、アイテム。武器爆発物。さっきのクローズコンバット、近接用のものがもらえる。近接をしていないので、そのエリアごとにどういう報酬がもらえるのかがちゃんと書かれてるのもなかなかいいな。何がもらえるのか大体書かれてる。お、エンプティーだ。弾切れじゃねえか。ビーム兵器は弱いな。ビーム兵器が弱いんじゃなくて、これのレベルが低いだけなんだけどな。おっと、フレームスロア、汚物は消毒してしまおう。マザードローン、なんだこれ。 Here children we will avenge you。 おお、彼女の息子たちがあなたの復讐を遂げてくれるだろう。報復だ、報復してくれるだろう。ここだと見れないか。爆発物系のものだったから何かもらえるの？アイテム、リワードアイテム。左が強力なものだったかな？弾薬ねえんだよな。いけるかな？レアアイテム。よし、ウォーターボトル。ローリングした後一時的に速度が速くなるらしい。やべ、引っかかっちゃった。妙なところに引っかかってダメージをもらってしまった。一回行く。よっしゃ。おっと、危ない。そりゃレアアイテムもないかいで、あれが初めてなんだ。入手できるのね、あれが初めてみたい、先ほどのやつ。
オブジェクトを倒すとお金が手に入るから、できるだけ壊してしまいたいね。やべ、当たっちまった。OK。ヘルス買わざるを得ないんじゃないこれ。ヘルス。あ、敵を後ろから攻撃するダメージね。これもう一個このくるくる回るやつ買っても意味ねえ気がするな。無視するか。エリートレアアイテム、じゃあこちらで。おっと、装備品がでも多くなってきたの、オプションが多くなってきたから非常にわらわら感が出て楽しくなってきたね。なかなか面白いことになってる。画面の情報量が多くなってきてるな。あれがアイテムかな。レアアイテムなんだけど、ここで入手できる。あれじゃない、敵倒した時に入手でよかった気がするんだが。よし。おお、 HP が戻った。フットボールヘルメット、ディフェンス、ドッジチャンス、 HP プラス。おお、 HP の最大値上がった。クールレンジアタックディオンボーンズダメージ、近接攻撃が追加でダメージ当てる。Send lightning bolts to nearby enemies. 近くにいる敵にライトニングボルトを与える。ライトニングボルトのダメージを与える。攻撃してくれるのか。素晴らしい。よくわからない人になってきたな、主人公。よし、こっち行ってみよう。あ、やばい。もったいない。一瞬もったいない。あれマシンガンか。やべ、弾切れだ。弾切れ。よし。おお、他の武器が欲しいね。幸いこっちは一応ドローンがいるので、最悪こんな感じで避けていればある程度ダメージを与えられる。倒すのに時間かかるけどね。ろくなものねえな。というかダブるんだね、アイテム。さすがにダブらないのかと思ってたけど、ダブるわ。ああ、またか。回復。あんまりないんだよね。やっぱり追加きた。ボスか。弾薬ねえから勝てねえんじゃねえのか。ゴーレム V27。 あ、ダメだ、やらせてくれない。そんな
さすがにボス戦はやらせてくれなかった。ということでいかがだったでしょうか、デンジャースカベンジャー。ゴロいいよね。いやー面白かった。ただ前半はやっぱりできることが少なくて、わらわら感もなくてちょっと残念だったね。本編の方だとまた他のキャラクターなどでもプレイできるようだったので、もう一体のキャラクター現在試していませんが、もう片方のキャラクターは素早かったので代わりに HP が低いとかそういうタイプかな。特殊能力の違いなどもありそうだね。このタイプのゲームだと、あとはこうやってステージをクリアしたり負けたりとかするとアップグレードアイテムのアンロックがあったりとかするけど、本作はどうなんだろう、強化アイテムとか永続強化項目があるのかがちょっと気になったんだよね。そこら辺はちょっと確認できないので何とも。こちらだね、もう一体のキャラクター、出る武器が違うな。スナイパーライフル、ショットガン、刀、結局あまり変わらないね。アシッド、ショットガン、強化できそうな。こちらにあと2体キャラクターがいるんだけど、この2人もプレイヤブルキャラクターっぽいですね。まあいいでしょう、ここら辺で今回のプレイを終了したいかと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。今作ね、来月、この動画録画している時点は5月なので来月発売のはずなので、ぜひチェックしてみてください。今作のストアページは動画下記の概要欄の方に載っているので、ぜひチェックしてみてね。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。ライブ配信などの情報は Twitter の方に流しているので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。もしよければ高評価の方もよろしくお願いいたします。たまにライブ配信などもやっているので、ぜひチェックしてね。ではではまた次回でお会いしましょう。ホビドアでした。お疲れ様です。ご視聴ありがとうございました。